D.L. 表記法とは、主に IUPAC 命名法に基づいて、化合物の立体配置の絶対配置を示す際に、使用される表記法である。立体異性体の立体配置を明示する方法には、CIP 順位属による RS 表示法が広く用いられている。しかし、生体由来の糖やアミノ酸のようなキラルな分子については、光学異性体の表示法である D. L マイナスのような表記の方が立体配置をイメージしやすいという場合もある。そのため D グリセルアルデヒドの立体配置を基準として、この立体配置を崩さずにできる化合物を D 体とし、その共造異性体を L 体と表記するのが D、L 表記法である。ここで注意すべき点は、この大文字で書かれる D L、L マイナスの分類は先行性による定義ではないため、 先行性を表す小文字の D、L マイナスとは一致するとは限らないことである。化合物によっては D 体が L 体である場合もあれば、L 体が D 体である場合もある。D、L 表記法では、その分子をグリセルアルデヒドに対応させることで名付ける。グリセルアルデヒドそのものがキラルであり、二つの光学異性体を D マイナスと L マイナスに呼び分けることができる。渦に、 D 体のグリセルアルデヒドを示す。L 体は H とヒドロキシ元が、またはアルデヒドとヒドロキシメチル元が入れ替わったものである。この表記法によりどちらの光学異性体であるかを一義的に表記できる。ただ、グリセルアルデヒドとよく似た小さな生体由来化合物の場合、この表記が容易であるとは限らない。グリセルアルデヒドは特定の化学反応を用いれば、 その立体配座を変えることなく、広く用いられるキラル分子を生成することができる。これが D、L 表記法という命名法が用いられる歴史的経緯となった。例えば、アミノ酸のアラニンは2つの光学異性体を持っており、それらは、それぞれがどちらのグリセルアルデヒド異生体に由来するかによって表記される。なお、 グリシンはグリセルアルデヒドから派生するアミノ酸であるが、キラルではないため光学異性体を持たない。対して、アラニンはキラルなのである。D、L 表記法は、先行性を示す表記とは、関係がない。つまり、どちらの共造異性体が右線性で、どちらが左線性であるかは全く表現していない。むしろ、D、L 表記法は、その化合物の立体構造が、 クリセルアルデヒドのどちらのエナンチオマーの立体構造と関連しているかを表記しているのである。タンパク質の中によく見られる19種ある L。アミノ酸のうち9つは右腺性であるし、D フルクトースはデベアロスの名の通りラボーロタトリである。実はクリセルアルデヒドの右腺性異性体は D 体である。これは幸運なことであった。というのも、この D。 L 表記法が確立された時代には、どちらの立体配置が右前性かを知る方法がなかったからである。もし、この予想が間違っていたとしたら、今日の D、L 表記はさらに混乱を招くものとなっていたであろう。アミノ酸の D、L 異性体の表記法は、コーンルールに基づいて行う。これは、キラル中心である炭素の周りに、ク、R、NH、に及よ h が、 どのように配置しているかで判断する方法である。水素原子が奥側になるように見たとき、蒸気の管納元が炭素の周囲に時計回りに配置していれば D 体で、半時計回りに配置していれば L 体である。クリセルアルデヒドを基準とする D、L 命名法は混乱を招きやすく、多数の不正点を持つ化合物には適用しにくい。 しかしこの命名法が今でも生き残っている原因は、アミノ酸、中でもシステインにある、現在多く使われる RS 表記では、20種類のタンパク質、構成アミノ酸のうちシステインだけが、命名法の関係上 RS が逆転してしまう。このため混乱を招くとして、アミノ酸の立体配置表示には、今でも D、L 表記が主に使われている。ありがとうございます。